いやね、うん、本当コントロールがまず良かったです。良かったですね。柳投手には昨日話を聞いたんですけども、うんうん、前回の登板がちょっとうまく投げようとしすぎたと、うん、先ほどヒーローインタビューでもあったんですが、これどういうことかというと、彼はキャンプオープン戦からずっと右バッター、左バッター、特に右バッターなんですが、うん、インコースの配球が少なすぎると。なるほど。困ったら外、困ったら外っていうのを森監督、朝倉コーチから口酸っぱく言われていたので、まあまあ自分の持ち球もね、カットボールもあのカーブも外系の球が外系なんですよ。多いよな。はい。だから内側に投げないのが君のウィークポイントだということを言われていたので、前回のジャイアンツ戦はいきなり1番の楊大観から内側をどんどんえぐってたんですよ。はい、するといきなりデッドボールでしょ。それな。で、うわどうしようって言ってる隙に吉川尚輝にヒットエンドランを決められて、松井正人選手にも今日話を聞いてたんですが、やっぱりあの 1,2 番でノーアウトランナー1塁3塁になってちょっとリズムは乱しましたと。相手打線、ジャイアンツ打線を考えてインサイドの配球が多かったんだけれども、確かにスワローズ打線今日はいいバッターが多いけれども、相手動向よりも柳のいいところを引き出したいという話をしていたので、柳もヤクルト打線同行よりも自分のピッチングをしたいということでしたから、今日山田さんが再三お話ししていましたけれども、うん、もう試合前から柳投手と松井正人選手の意見は一致してました、うん、今日はだから山田さんも松井正人投手のことをもうね、要所要所で褒めてましたもんね、はい、いや本当に素晴らしいピッチングでしたし、やっぱり球速は145キロとか6キロは出ないんですけれども、はいはい、134、5キロのボールが詰まってましたので、うん、うまく緩急も使って両コーナーも使って、まさにザ・柳裕也というピッチングができていたから、これまで3試合で、はいはい、ヤクルト打線、うん、28得点ですよ。だって今日ね、ドラゴンズナイター最前線ゲーム前の振り返りのところで、はい、まあ、当たってるヤクルト打線という話をあなたしてましたもんね。そんな打線をもうゼロに抑えたということで、なるほどな、素晴らしかったですね、うん、で個人的にもいろいろと柳投手とは LINE もしてたんですけども、はい、やっぱり今日、うん、ダメだと、うん、後がないぐらいの気持ちで頑張りますみたいな話をしていて、僕もその日はラジオの実況だから、うん、応援しますよっていう話をしていて、うん、ただまさかこんな素晴らしいピッチングが行われるとは、これはやっぱりじゃないですか、柳投手がコントロールがいいっていうこともあって、もうヤクルト打線全体的にこう早打ちというかね、ファーストストライクから狙っていくみたいなところがありましたよね。それもやっぱりうまく柳投手が1球目2球目で打ち取って、うん、アウトを積み重ねたのが球数少なく9回投げ切れた、うん、ポイントでもあると思いますし、うん、やっぱり柳投手ね、今年にかける思い強かったです。あ、はいはい、去年、うん、シーズンオフにいろいろとスタッフと会食した時も、うん、どっちがドラフト1位っすかねってポロッと言ったんですよ。これどういうことかというと、はいはい、2位の京田選手とやっぱり比べられて、うん、そうだな、どっちが1位か2位か分かんないと、うん、でも京田のことを悪く言うんじゃなくて、柳さすがだなと思ったのは、僕はあいつと一緒に戦いたいと。なるほど。彼と同じところで、うん、大学時代もジャパンで一緒にやっていたので、はいはい、僕の後ろには京田がいたから、はい、彼と一緒に中日を引っ張りたい、うん、だからそのステージまでとにかくキャンプオープン戦その前の自主トレも頑張りたいという話を去年のオフにしてましたし、うん、で年が明けて、うん、星野さんの訃報、そうだね、もうこれも最初はパニックになるぐらい動揺したんだけれども、うん、やっぱり星野さんに認めてもらえるようなピッチャーになりたい、うん、天国できっと見ているので、うん、おい柳やったなと言われるぐらいのピッチャーになりたい、うん、でさらに1月の末に松坂入団ですよ。出ました、横浜高校の先輩ね。はい、だから3つ重なっとるわけで、だから今年柳はやるしかないし、うん、絶対やると思っていたと。なるほど。この全てのドラマが今日の完封につながったという話を今度の私文春コラムで書かせていただきますので、あの申し訳ないけど、その話は俺スポーンでまず1回聞いてるから俺実際俺がスタジオにいる時に全然なんかあれでしたね、リアクション薄いなそうそう、だから俺思いましたよ、先に乗っかって、あ、それで松坂やろ星野さんやろって言おうかなと思うけど、そこはもう僕は君を立てるから大谷君と違ってちゃんとそこはね、そういう意味では、はい、まあ、文春コラムにもな4度目ぐらいに書くわけね、ほんじゃ今回ね、そうそう、まあでもね、もう完封しちゃったから次ぐらい書いちゃうかもしれないですね、書いちゃうかもしれない、まあまあ、じゃあもうでもいずれにしてもその、はい、柳投手の好投が光ったんですけども、打線の方はその、まあ、ちょっと打てなかったとはいえ、アルモンテは相変わらず調子キープしたままだね、好調を。いや、一球一球も山田さんの解説の中で、はい、実はインサイドの低めのスライダー、うん、カットボール系を空振りしてるんですよ、うん、で空振りして、うわこれしんどいな、でその次のボールが外にシュート気味に外したと、うん、そうすると、まあ、内
振る、うん、次また同じ空振りしたボールが来る、はい、で見事に原もそこに投げてるんですよ。投げてるね。それを打つアルモンテ、はい、ライト線にね、やりますね。やりますか。で春コーチが話していたのは、うん、彼今日左打席だったんですけど、うん、右打席でも好調、うん、彼はどちらかというと後ろの足、キャッチャー側の足に7割、前に3割、つまりちょっと引きつけて打つんです。でこれ左ではできていたんですけども、うん、右ではできていなかったんですが、指摘するとすぐできるんです彼。あ、なるほどね。対応能力がすごいので、うんうん、やっぱり今日の原、もちろん初めてのピッチャーですけれども、いろいろ指示をした結果うまく対応できてるし、うん、打席の中でもボールを見ながらうまく対応できるという、うん、アルモンテの対応能力は素晴らしいです。